本選手スタートよろしいですか。はい、それでは行きましょう。さあスタートしていきました。久保選手車両が ZRX1200。 何も書いてあるかな。もしかしてトライジムガーナ ZRX タイプだったんですけど、ZRX タイプだったんですけど、 ZRX 部門で優勝するのが一体誰なのか非常に気になるところですよ。さあ混合してるうちに近藤選手、ゆうたくん、ゆうたさんの方の近藤選手が入ってきますよ。さあ銀色の VTR でうまく扱いながら飛び込みます。タイムが1分48秒、もう同タイムですね。これコンマスカバー僕たちは言いませんけど、こうちょっと両方になってください。さあ5点ずらっ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 。さあそうしました。ここからが同時進出スレームクラスの出走です。やろうと思います。スタートエリアに立っておりますのが末広選手。末広選手、スタートよろしいですか。はい、それではいきましょう。さあ、スタートしていきました。末広選手、車両が、KSR の8つ。これ KSR ですね。黒いバッグ、赤い、非常にかっこいいバイク。かっこいいバイクにまたがって、ぜひともアクセルを開けてください。はい、さあどこでしょう。さあどこしているうちに久保さん帰ってきますよ。さあ青回転、最後の青回転、我慢してアクセル開けておき。さあゴールタイムが1分49秒、これいいタイムです。1分49秒いいタイムです。お疲れ様です。